高知大学学部情報基盤図書館の石黒と言います。今回は高知大学における学認クラウドゲートウェイサービスに関してお話をさせていただきます。内容はこのような内容を予定しています。まず最初に高知大学の簡単な概要を説明しまして、その後、学認及び学認クラウドゲートウェイサービスの導入について、それから学認クラウドゲートウェイサービスの現状、としまして、サービスの良いと思われる点、それからサービスの難点についてお話しして、最後に学認クラウドゲートウェイサービスへの今後の期待という内容となる予定です。まず、高知大学なんですけれども、高知大学は、5つのキャンパス、高知県内5つのキャンパスがありまして、朝倉、物部、岡、大津、宇佐、という、この5つのキャンパスで構成されています。で、本部はこの朝倉というところにありまして、その他ですね、学部等によって他のキャンパスに分散しているという感じでして、高知大学には6つの学部と大学院があります。で、構成員数は教職員が約1800名。学生数が約5000という感じで、国立大学としては小規模な大学となっています。次は、私が所属している学術情報基盤図書館の概要についてです。学術情報基盤図書館は、高知大学の3つのキャンパスにまたがる3館から構成されています。メインは、中央館。これは本部のある朝倉キャンパスにありまして、その他、医学部のある岡キャンパスに医学部文化。それから、物部キャンパス。こちらは農学部がメインなんですけれども、そこに物部文館があります。これらの3館から構成されていまして、名前の通り、この学術情報基盤図書館は、図書館機能と情報センターの機能を併せ持つ組織となっています。そのため、主な担当業務としましては、大学図書館機能、学術情報の収集、蓄積、提供などを行うもの。それから、情報センターの機能、学内情報基盤の管理運用などを担っています。今回、この講演をさせていただくきっかけとなりましたのは、昨年度、NII クラウド支援室、の方からメールをいただきまして、学年クラウドゲートウェイサービスの利用者数が多機関と比較して多いため、どのように活用しているのか話を聞きたいというようなメールの内容でした。で、そういうメールをいただきましたので、サービスを管理している部署が学術情報基盤図書館ですので、その部署でインタビューに応じまして、その内容を NII のウェブ上で紹介いただきました。この右に書かれているのが NII のウェブページの紹介の部分になります。その後、インタビュー内容について動画で紹介したいという話をいただきましたので、今回のオープンフォーラムでの講演につながって、つながりました。本学で、学認、あるいは学認クラウドゲートウェイサービスの導入を、どのように行ったかなんですけれども、まず、ここではですね、学認サービスの導入についてお話をさせていただきます。学認サービス導入の、きっかけとしましては、サービス導入以前からね、学内からの要望としまして、いくつか上がっていたんですけれども、例えば、大学契約の電子ジャーナルを学内からのみでなく、学外からも読みたい。この声はかなり多くありました。また、他大学でも利用可能なヘッドロームを使いたい。これは特に教員から多くの要望がありまして、他大学に行った時に、ヘッドロームというのが見えていて、これは、どうやら、この確認に参加すれば、見えるんだけれども、使えるようになるんだけれども、高知大学、
まだ使えないのとかっていう、まあそういうようなですね、要望がたくさんありました。で、その他に、学人サービスのこと自体はですね、様々なところで話を聞いていたんですけれども、まあそれで調べてみますと、まあ便利なですね、学人サービスがあるということで、まあそういうふうなサービスを利用したいというような声がありまして、まあ学人に、まあ、どこかのタイミングで参加しなければいけないなというような状況になっていました。そういったような要望をいただいている間に、学内の情報システムの更新が行われることになりまして、これが2017年度末から2018年度にかけて行われました。その時には、大学全体のネットワークシステム及び情報システムの更新ということで、かなり大掛かりな更新となったわけなんですけれども、まあ、この更新のタイミングで、認証の仕組みなどを検討しまして、学人に参加をして、そのサービスを導入するということになりました。で、学人のサービスに参加した後、まあ、ほぼ同時に、学人クラウドゲートウェイサービスの導入も行いました。この導入の動機なんですけれども、まず、学人のサービス自体が、一般ユーザーにとって分かりづらいというのが、まあ、大きな動機でした。これは、学人のサービスは、まあ、仕組みといいますか、まあ、認証の仕組みが非常に複雑。一旦慣れてしまうとそうでもないんですけれども、おそらく一般ユーザーの人にとっては、まあ、複雑であろうということがあります。また、学人対応サービスと各大学のユーザーが使えるサービスが異なっていまして、それぞれの大学のユーザーがどのようなサービスを使えるのかというのがまあ分かりづらい。こういうのがありましたので、学人のサービスを使えるようにするのはいいんだけれども、何の対応もせずにそのまま使ってくださいというわけにはなかなかいかないなというようなイメージを持っていました。そのため、まあ、クラウドゲートウェイサービスを導入しようというふうな、まあ、そういったようなことが、まあ、動機となっています。で、また、学人というところでは、まあ、学内からはですね、電子ジャーナルに関する、まあ、要望が多かったんですけれども、学人のサービスは電子ジャーナルだけではなくて、その他にもですね、まあ、いろんなサービスが対応しています。例えば、まあ、EDROAM JP 認証連携 ID サービスであるとか、NII のファイルステンダーであるとかですね、そういったようなサービスも、まあ、便利そうです。ただ、おそらく、まあ、学人のサービス、使えそうなものは使ってくださいっていうふうになりますと、まあ、こういったようなサービスは、まあ、なかなか使ってもらえそうにありませんので、なるべくユーザーに利用してもらうためには、まあ、大学で利用できる確認サービスのポータルサイトがあると便利でしょう。で、そのポータルサイトを、まあ、こちらで構えるというのもいいんですけれども、学園クラウドゲートウェイサービスがもうすでに、開始されているということでしたので、まあ、これを利用してもらいたい。まあ、利用してもらうというふうに、まあ、考えました。で、これを利用しますと、ユーザーは使えるサービスをいちいち調べる必要がなくなりまして、入って、パッと見て、どのサービスが利用できるのかというのが、まあ、わかりやすいというのがありますし、管理者側の視点としましては、ユーザーからの問い合わせ、特にまあ予想されたのが、このサービスはどこから認証するのか、というような、まあ、そういったような、問い合わせがあるんじゃないかというふうに考えてたんですけれども、まあ、そういったような問い合わせも、ポータルサイトのみをユーザーに案内すればよくなりますので、管理者としては楽になるんじゃないかというような動機もありました。で、サービスの導入当初なんですけれども、情報システムの更新を機にサービスを導入しまして、その後、利用できる学年関連サービスを徐々に増やしていきまして、システムとして安定してきたタイミングを見計らって、学内の各キャンパスで数回説明会を実施しました。右側にあるような、まあ、こういったようなスライドを用いて、まあ、学人とかあるいは学人クラウドゲートウェイ
サービスに関する、説明を行ったわけなんですけれども、説明会では、このクラウドゲートウェイサービスについて、触れまして、ここから入れば学人のサービスが一目でわかるので、非常に楽ですよ。それから、認証に関して言えば、このクラウドゲートウェイサービスに一度ログインすると、各サイトでの認証が必要なくなりますので、そういった意味でも楽ですよということで、とにかく学人サービスの入り口として、このクラウドゲートウェイサービスを、誘導するというような方針で、導入当初は説明会を行いました。説明会以外にも、大学のウェブページ上で、このクラウドゲートウェイサービスを紹介しまして、とにかく、問い合わせをあまり受けたくなかったというのもありますけれども、とにかくここに誘導して、ここから使ってもらうようにというような形で始めました。導入当初、説明会当時の状況ですけれども、利用可能なサービスとしては、電子ジャーナルサービスと、あと、データベースサービスとしまして、このようなですね、12個ほどが、クラウドゲートウェイサービスには登録されていまして、その他にもですね、4つほどのサービスが登録されていたというような状況です。学年クラウドゲートウェイサービスの現在の状況なんですけれども、利用者数に関して言いますと、学年クラウドゲートウェイサービスのグループメニューから確認をしますと、現状は、この右に出ているようにですね、参加人数が289人となってますので、約290人が、これまでにアクセスしているというふうに考えられるかと思います。導入当初の説明会を行った時期に、参加者がですね、ある程度増えまして、その後は、月にですね、数名程度、新たな参加者が増加したというような状況です。これにつきましては、管理者メニューのメンバーリストから確認を行いました。その増加の状況をよく見てみますと、現在の参加者の半数以上が新型コロナウイルスの影響が大きくなった昨年3月以降になってからアクセスを開始しているということが見えてきました。ただですね、どのようなメンバー、学内の教員なのか、職員なのか、学生なのか、こういった、そういった、どのようなメンバーが、どのタイミングで増えているのかというのは不明です。これは、ユーザーがですね、自分が誰なのかということを登録してくれると把握可能なんですけれども、なかなか登録をしてくれないというようなことがありまして、参加していることはわかるんだけれども、誰が参加しているのかというのはわからないような状況です。現在の利用可能サービスなんですけれども、電子ジャーナルデータベースなどに関して言えば、この程度で、今、クラウドゲートウェイに表示しているものとしては15個ほどあります。で、その他は4つということで、最初と変わらないような状況です。学年対応サービスがですね、コロナ禍において、増加しましたので、それとともに本学で利用できるサービス数も、増加しています。クラウドゲートウェイに、非表示のものもありまして、これは、すべてをクラウドゲートウェイに乗せてもいいんですけれども、コロナ禍ということで、一時的に利用できるようになっているような学年対応サービスもいくつか存在しますので、そのようなサービスについては、クラウドゲートウェイに乗せてしまうとですね、もう学内でずっとですね、そのサービスが使えるというふうには思われてしまう。しまいそうな気がしましたので、クラウドゲートウェイには非表示のものというのもあります。次に、学年クラウドゲートウェイサービスの、良いと思われる点なんですけれども、まず、第一にね、利用できるサービスが分かりやすいというのがあります。クラウドゲートウェイサービスに、ログインしますと、一目で何が使えるのかというのがわかりますので、そういった点でわかりやすいと
というのもありますし、あとは、新たなですね、学人サービスが使えるようになった場合に、これをですね、まあ、周知する場として、まあ、利用しやすいんじゃないかというふうに考えています。これは、そのサービスが追加されたらですね、ポータル画面に表示されますので、ポータル画面をよく見ているユーザーにとっては、まあ、そのサービスが追加されると、まあ、それに気づきやすいんじゃないかと考えるからです。また、シバレス連携しているサービス間ではシングルサインオンになるため、まあ、認証の手間が減少する。これはユーザーにとってはですね、楽な面だと思います。また、電子ジャーナル等のサービスによってはですね、サイトのどこで認証すればよいのか分かりにくいものがありますので、まあそういう、どこで認証するのかっていうのを探しに行く手間もですね、減少しますので、クラウドゲートウェイサービスを利用するというのは、まあ非常にそういった面で楽なんじゃないかなと考えます。その他、セキュリティ上のリスク軽減としまして、様々なサービスにアクセスする際に、検索サイトなどで検索をして、そこからアクセスをするという場合も多いかと思いますけれども、そういったようなことをすると、まあ、危険なリンク先にですね、アクセスをする可能性がなきにしもあらずですので、まあ、そういったような可能性が軽減されるという意味で、まあ、良いではないかと考えます。管理者側の視点からしますと、先ほども言いましたように、ユーザーへの確認サービスに関する案内が楽である。また、クラウドゲートウェイサービスの画面上での、まあ、確認サービスの追加削除が、まあ、比較的簡単に行えるというのがありまして、まあ、管理が簡単ということになるかと思います。一方、クラウドゲートウェイサービスの、難点と思われるところなんですけれども、先ほどもちょっと話しましたように、利用ユーザーの把握が難しいというのがあるかと思います。ユーザーにはクラウドゲートウェイ上で自分自身を登録するように案内しているんですけれども、実際はですね、登録してくれる人は少ない状況です。この右側に高知大学のメンバーリストのごく一部をちょっと出しているんですけれども、どういったような人がいつアクセスをしたかというようなのがですね、わかるような画面になっているかと思いますが、ここにですね、あるようにですね、まあ、石黒の名前が、まあ、ちょっと一番上にありまして、その後何人か入会して、まあ、高知太郎というような名前があったりするんですけれども、こんな感じでですね、アクセスをしてくれるのはいいんだけれども、誰がというような状況を、まあ、入力、まあ、の入力といいますか、登録をしてくれませんので、誰が使っているのかがよくわからないというようなのがあります。また、ユーザーがどのサービスを利用しているのかが不明であるという点も、まかり者の視点としても知りたいところではあるかと思います。これについては NII のクラウド支援室の方々に問い合わせると、各リンクのリンクリック数はまあわかるようなんですけれども、定期これをですね、問い合わせて調べるというのも、クラウド支援室の方々にもまあ迷惑かかりそうな感じがしますので、まあ、これがですね、まあ、分かるといいのではないかと考えています。まあ、これが分かりますと、まあそれをもとにですね、まあ、ユーザーへの案内などにまあ活用できる可能性があると考えているからです。また、現在解決してるんですけれども、SP 側でサービス一覧画面にアイコンを強制的に表示する設定になっている場合には、クラウドゲートウェイでアイコンをですね、何度削除してもいつの間にか元に戻ってしまうという現象が、まあ、しばらく続いていまして、結構、まあ、つい最近ですね、解決をいただいたところです。最後に、クラウドゲートウェイサービスへの今後の期待として、ちょっといくつかまとめました。管理者がゲートウェイサービスの利用者や利用者動向の把握ができるとできるようになると良いのではないかというふうに思っています。ただこういった利用者の、まあ、利用者動向についてなんですけれども、まあ、
図書のですね、閲覧記録と同様に、まあ、取り扱いでも注意が必要なんじゃないかなというところはあるんですけれども、まあ、匿名化してのですね、利用など、まあ、そういったようなことでもいいですので、できるようになると、良いのではと思います。また、学人クラウドゲートウェイそのものといいますか、まあ、学人にという意味になるかと思いますけれども、まあ、提供される、まあ、サービスの幅が広がると良いのではないかと思います。例えば、電子、あ、まあ、学人対応の、まあ、ジャーナルであるとか、まあ、データベースの拡充、まあ、その他ですね、便利なサービスなどが、まあ、より増えていくといいのではないかと思っています。で、あとですね、他のシステムとの共存ということで、このコロナ禍において、まあ、様々な、サービスがですね、まあ、学内、学外を問わず、まあ、利用できるようになってきておりまして、まあ、高知大学でも、学人のサービスの案内、まあ、特に電子ジャーナルに関してなんですけれども、この案内を、Moodle 上で、行うというふうに、まあ、去年から、しています。この Moodle では、まあ、これはですね、大学の構成員であれば、誰でも、学外からも利用可能なページとして、まあ、機能させておりまして、で、絞れず認証していますので、まあ、シングル採用になっているというような状況です。それで、まあ、クラウドゲートウェイと、まあ、似たような感じの、まあ、サービスが行えるというような状況になっています。また、まあ、コロナ禍においてはですね、まあ、VPN サービスというのも、まあ、広く使われるようになってきているかと思いますけれども、このサービスを利用しますと、まあ、学内から利用するのと同等ですので、まあ、学内と学外、というので、まあ、あまりこう気にせずですね、利用できるようになりまして、まあ、こういったようなサービスがですね、まあ、充実してきています。こういったようなサービスは、学年クラウドゲートウェイのサービスとですね、まあ、重なる部分がありますので、こういったようなサービスと今後は、このクラウドゲートウェイサービスが、まあ、うまく共存していっていただけると、まあ、良いのではないかと考えています。そのためにはですね、まあ、ユーザー目線での学人クラウドゲートウェイならではの、まあ、便利な機能というのがあれば、まあ、他のシステムとの、まあ、住み分けがしやすいのではないかと、まあ、個人的には考えています。学人クラウドゲートウェイは、まあ、非常に便利に利用できるようなサービスになっていると思いますので、まあ、今後、ますます便利に利用できることを、まあ、期待しています。以上で発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。